結構きついね、この組み合わせは。うおー、うまー。日本で一番強いダルシム、垂直怖いな。うわ、うますぎ。うわー、マジかよ。教科書だね、これ。巻物ぐらい。あ、そうだね。パギア勝てば俺が負けても大丈夫か。そうっすね。いや、高木負けないよ。ここに強いみたいな言ってたよね。強いよ、ここには。ここに大会マジクソ強いんだよな。人が違う、多分。に負けなければ大丈夫。お、これは1位だ。おいしい。ガード偉い。よーし。いい。うわー、えら。うわー。打つんだ。回してんだ。見てからかな、今の。いや、起き上がりでもう決めてたかもしれない。ね、決め打ち、決め打ちっぽいな。待ってたんだ。待って、攻撃のインパクトと多分返せなかったかもしれない。いや、運が悪かっただけでしょ。先っちょ。うわー、逆タク。ここで。確かに、ここですぎるな。いいね。うまっ。きた。おお、頑張れ。いけた。うわー、ミスった。うわー、惜しい。あ、当たった。危ねー。おいー、ナイス。ドキドキ。緊張するな、なんか。うん、なんか見てる方も緊張するなよ。うわ、おいしい。いやー、うまくいかない。惜しい惜しい。おいー、ナーイス。ナイスガード。いいよ、困ってそうだよ、だいぶ。ん、なんか折れて。波動漏れでしょ。いや、多分立ち中継にラッシュで昇竜確定させようとしてんだけど、できてないな。お、確定してる。うまー。うますぎね。ガードしてジャストパイ、さっきミスったやつが成功させた。おわい、ナーイス。うめえな、高木。もうね、うますぎる。すげえや、高木。押さねえな。おいしい。うん。使うよね。あとは削りも見えてる。粉塵昇竜拳の割り込みだけ気をつけて弾打って削り消えようかな。オッケーっす。えらい。いやいい。いい詰ませ方、マジうまい。よしよしよし、危ねえ。あ、迷った。ちょっとザンギエフ見せて。ザンギやってる。やばいフェイクよ、ダルシムからザンギは。オキドさんだ。これマジで元気せんからね。ここ大事っすよね。ここ勝てたら、でももう鳥飯さんやばいっすよ。あとエドなんで。この勝負見れるのがいいよな。普通に参考にします。おい、どこ殴ってんだよ。初めて鳥飯さんのこんな言葉聞きましたよ。マイルドだったのに昨日は、ね、そんなこと言うの。仙人から感情が、ね、やっぱチームメイトなんだな。カメリア苦しい。やばい、きつすぎるこれ。カメリア苦しい。ずっと箸にいる。出たい。剣との相性がきついんだ。結構きついね、この組み合わせは。あ、そうなんだ。受けないもんね、剣ってあんまり。めっちゃきつい。うわ、来た。うまい。え、でもめっちゃいい勝負してるよ。うー、俺いいぞ。来た、ある。いいぞ、マジである。うおー、うまー。うまー。天人すぎる。どうやるの、マジで。千人。あそこから勝てるんですね、ダルシムって。やっぱ希望があるわ、ダルシムには。うおー、投げた。
回復してね、いったんね。うっと、どこ当たってんだこれ。いやでも、でもだいぶでもいい。うわ、おいしい。大丈夫大丈夫大丈夫、歌舞伎は大丈夫、ゲージあるから。そうだよね、いけるいける。ナイスガード、カード、うわおいしすぎ、うまい、うわあ、さすがだな、つえかっけえ、かっこよすぎる、マジかっこいい、マジでマジで硬いな、耐えれるの、だってちゃんとずっとガードしてんだもん。これがマジで日本で一番強いダルシムね、仙人だよ、すげーよ、冷たすぎる、きつそうだけど当ててんだよな、ちゃんと。うわ、うまい、うますぎ。いや、今のコパもめっちゃうめえな。うわ、うわ、うわ、これやっぱ下投げの方が距離取れるからいいのかな。じゃない、もうわかんねえや、わかんないか、アリケンにもわかんない、うん、やめて、アリケン、まあでも解説して、まあでも、もうここまでになったら確かに下投げの方がいいかもしれませんね。あ、じゃあ俺今日プッサンだから聞かないで。すごーい、すごーい、誰しもわかんない、逃げるなよお前、変だな、うま、マジでなんか全然なんか不利な相性って思わないんだけど、これこれだ、これ確判確定ないです。死ぬ、まあでも行きはしないから、垂直怖いな、うわ、うますぎ、マジでやばい、今の抜けんの、うわガチでうまい、やばい時間が、おお、うわ今の一点読みしびれるな、うわなるほどね、ラッシュも仕組む、残り6秒だったんだけど、ダルシム戦は長引くんだよ、ね、マジで見てておもろいな、ダルシム戦、いやいいんだよな、ダルシムがおもろいもんな、いやおもろい、そうなんだよ、面白い、手伸ばして火出すんだよ、そうだよ、伸びんの意味わかんないもん、こんなに面白いキャラいないよマジで、なんで何がヨガな、このネックレスはどこで買ったのって本当だよな、買ったのか、買ったのか、誰かのか、手作りか、手作り怖くない、手作りまずいよ、手作りだろこれ、これなんかヨガファイヤーで燃やした人間のあ、でもヨガファイヤーはこれかもね、確かに、いや家族のじゃないんだよ、家族のドクロとかかもしれない、ちなみにダルシムマジいいやつだからな、ダルシム多分仙人でしょ、だってそう、めっちゃいいやつ、そうなんだ、私息子もいるから、あ、え、先祖様、誰に分さ、これも年取ってさ、ストリートファイターはちょっと待って、全員全部テレポートしてるから、もうダルシムのことが気になりすぎて、だいぶだいぶピンチ、だいぶピンチ、やばい、いけるいける、でもガードして、まあでもゲージ鬼有利なんで、うん、全部あるよ、3、もう裏テレポとかしないんだな、うんうん、私があんだけこそり送った、ね、投げテレポはしないんだ、うわいや。ナイスイーバ。うわ
マジかよ。あー、これはダメだった。当たる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 。うわなんで上に向けて打つんだよ SH。 下に向けて打ってくれマジで。いや、わかんない。本当に誰しもに聞かないとわかんない。それはドリフなんでなんだよ。おいしい。うまい。あ、バターチキンカレー食いたくなってきたな。お前誰しもカレーしろ。カレーだからね。 お前だけだよ。ここで食欲湧いてんの。お前ダルシムでバターチキンカレー連想させん。ちょっと気持ち悪いって、うん、しかもちょっとカロリー高い方のカレー行くなよお前。いや一応うまくね。バターチキンうまいけど。うますぎる。うますぎる。あー惜しい。バードしてるよね。うわお、うわ、何これはもう削り。うわ、うますぎ。え、ランスか、そんなことできるんだ。カウンターだと拾えるんだよな、ランス。へえ。まだまだ先の話だな、でも。ダルシムの教科書読んでるってことだもんな。いや、今そうだよ。読んでる読んでる。いや、教科書だね、これ巻物ぐらい。あ、そうだね。うん。確かに歴史長い。そう、壁画ぐらいあるかもしれない。すげえよ。何年の歴史が詰められてんだろうな、ね、これ。うん。ストリートファイターって何年あるゲームなの？もう本当昔から言ったらもうめっちゃ長いと思う。もう絶対高木よりかは年上だね、絶対。間違いない。ここにいる人全員じゃない？もう。確かに。え、我が輩48億歳だけど。ああ。ちょっと試合見てして。うますぎ。うまこれがさっき言ってたやつだ。教えてもらったやつだ。うわうめえ。おいしい。これマジおいしい。もうあとはもう待ってるだけ。じっくりことこと。じっくりことことだ。カレーすぎる。うわ、食べてんだマジで。うわうわうわなんでだよ。苦しすぎるだろ今の。なんかダルシムっていろんなことするねマジで。あ、通常技が多いんだよね、めちゃくちゃ。なんかさっきからずっと違うことしててすごい。うん。うまっ。あ、惜しい。おいしい。3本たまりました。バーガー、死に逃げやがった。おー、飛んだ。きた。おー、うまっ。うまっ。最後の最後に裏テレポなんだよね。お見事でございます。素晴らしい。こちら B チームスクリーム勝利です。やったやった。ケッター嬉しい。トリメシ最高だな。いや、プルルもよく1本取ったわ。プルルも見たくない。見たくない。これなんて何言ってんだよ。プルルはガイでいけそうだね。頑張りました。頑張りました。明日も頑張ります。